1話です。ツイッターでヘビを見ていて思い出したこと。子供の頃に白ヘビの死体を同級生の男の子が見つけて、小学校の植物園にお墓を建ててあげていました。低学年の頃なので、高学年になった時に思い出して見に行ったら、お墓がなくなっていて何もない平地にされていました。お墓を建てた男の子はたたりが起きると言っていましたが、他の子たちは信じておらず、私はその時になぜか本当にたたりが起きるのか、みんながかわいそうかもしれないと思い、思わずそのお墓の場所に立ってみていました。そしたら20倍ぐらいにした白い大きな蛇が私の体全体を3巻ほどしながら空高く登ってきました。その様子が見えていた2、3年生の女の子の2人組のうちの1人が、あの人に白蛇がついているよと言っていましたが、もう1人の見えていない子が、もうついていないと見えてる子に聞いていて、見えてる子がもうついていないよと答えていました。その白蛇は怒ってはなく、ここにいてはダメかもと天に戻った様子でした。私はなぜそんなことをしたのか、今なら絶対にしないことだと思えたので、子供の頃は無邪気さが恐ろしいとも思えました。第2話です。般若幽霊さんとぬらりひょうに似た妖怪のお話です。私の家の表廊下南側には般若幽霊が住み着いていて、夜遅くなるとその場所から窓ガラス越しに外を眺めると、脅かそうとして横から見てほしくて覗くように、私に顔を出してくる般若幽霊がいます。朝には家の中へ日差しを入れようと、カーテンを開けると朝日が眩しいのか、逃げるようにとろけながら屋根の隙間からすり抜けて、屋根裏の薄暗い場所へ逃げていく可愛い般若幽霊です。次に表側廊下の端っこ南側には、ゲゲゲの鬼太郎のアニメに出てくるぬらりひょう妖怪に似た方がいて、薄暗くなりだすと、ヒルゾのサインと同時に私の足先から上半身にかけてゾゾケ的な鳥肌の立つ寒さを与えてきて、その場所にいるといるのはわかるのですが、どこにいるのか見える感覚と見えていない感覚が交差して感じて、それが怖くて鳥肌が一定時間収まらない感覚が嫌な感じなのと、毎回なのでもう嫌と叫びたくなる場所なのですが、叫ぶと図に乗ってどうだどうした的に怖がらせるので、私はもう仲良くなっちゃおうと思い、ぬらりひょんカーテン開けるね、ぬらりひょんカーテン閉めるねと声かけし始めておきました。そんなある日のことです。私の家の冷凍のある部屋にいると、両手をパーにした状態で広げ上げて私の後ろから襲ってくる幽霊男性がいたのですが、他にも幽霊がいそうだったので、幽霊がいっぱいいるぬらりひょん助けてと口に出して喋ってみると、その男性は自分の後ろにぬらりひょんがいるのかと思ったのか、上広げ上げていた両手を脇へ縮めて、手はパーの状態で、え、ぬらりひょんどうしようと不安な表情で振り向き返っていました。その後その幽霊はさっと消えたので安心状態でしたが、妖怪っぽい風貌の幽霊にはあまり聞かないので、なんだこの野郎と睨みつけるしかない状況です。ご視聴ありがとうございました。感謝してます。